今からレシートを使った爪をピカピカにする方法を紹介します。こちら使いましょう。で、今の爪の状態伝わるかな、こんな感じです。磨いてみますか。で、1回ぐらいやったことあるんですよ。 2,3 回で確かにピカピカになるんですよね。この原理としては、この黒い部分が細かいインクの塊なんで、そのちょっとしたザラザラで磨けるっていうことなんですね。どうかな、画面上じゃ伝わりづらいね。でも未だまだまだわかんないですね。どうですか、伝わるかな。若干光の反射は、ありますね。光の反射はなんとなくあります。触った感じあんま変わんない気がするな。このバーコードのところいいですね。どう、なんとなく光ってもある気はするんですけど、だからあんまパッと見わかんないですね。ちゃんとしたやつで研いだ方が全然いいですね。まあでも一つの方法でした。ぜひ皆さん、もし家に爪研ぎがないよっていう方はやってみてください。以上。